男も女も魅了する衝撃のルックスで、1970年に資生堂の顔として突如現れた俳優の草刈正雄さん。今もダンディーな草刈さんのことが気になって調べてみることに。1952年9月5日生まれの69歳、以前の福岡県小倉市の出身で、身長185センチ、血液型は O 型で、幼い頃から母親からはバービーちゃんと呼ばれていた草刈さん。容姿からもわかる通りのハーフで、母親からは米軍の兵士だった父親は、母親が草刈さんを身ごもった頃、朝鮮戦争で命を落としたと聞いていました。ところが中学生の頃におじから、お前の父親は生きてるぞと言われたことがあったそうですが、いまだに父親の顔すらわからないまま、優しく厳しかった母親との住まいは4畳半一間で、母は日用品の卸売店で働くも、とても苦しい経済状態の中で育った草刈さん。家計を助けるため、中学の時には新聞配達をして、卒業後は地元の企業に就職したのですが、なんと3日でクビになってしまったそうです。その後は定時制の高校に通いながら、昼間は本の訪問販売をして、夕方からは学校で勉強と軟式野球の部活に励み、夜はスナックでバイトをした草刈さん。高校2年生の時、思いがけず転機が訪れます。バイト先のスナックのマスターに、モデルの仕事を勧められて上京。しかし、それも、お金のための選択だったそうです。ファッションモデルとなって半年後、奇跡が起こります。資生堂の MG5 の CM に大抜擢された草刈さん。実は、すでにオーディションは終わっていたのですが、すべてを覆しての抜擢だったそうです。無名の新人モデルが一夜にして、全国的な人気者となった瞬間でした。そのほにかんだ笑顔と突出したルックスで、世の女性たちのハートをわしづかみにした草刈さん。その後は、1974年に東宝の専属となり、卑弥呼で映画初デビューし、同年の映画沖田総司に出演して、数々の新人賞を受賞しています。1980年の角川映画復活の日や、1982年の映画汚れた英雄の頃には、その人気はまさに絶頂期を迎えます。しかし、すぐそこには思いもしない、暗く長いトンネルが待ち受けていたのです。30歳の頃から仕事が激減した草刈さん。その原因はというと、売れて天狗になって遊びほうけては、現場でわがままを押し通したことで、周囲から疎まれるようになったからだとか、それでもしがみつくようにして、悶々とした年月を過ごした草刈さん。62歳を迎えた2014年、俳優人生に大きな転機が訪れます。2014年の三谷幸喜さん脚本の NHK 大河ドラマ、真田丸の真田昌幸役で、では、おのおの、抜かりなくという名台詞とともに、見事、再ブレイクを果たしました。NHK 朝の連続テレビ小説、夏空でも、主人公のおじいちゃん役で、お茶の間を感動の渦に巻き込んだのも、記憶に新しいですね。今でもダンディーな草刈さんには、奥さんとお子さんが3人いました。過去形になっている理由は後ほど。奥さんは元モデルの大塚悦子さんで、グラビアなどでも活躍されていました。二人の出会いは、1977年のドラマ、華麗なる刑事での共演で、9年の交際を経て結婚していますが、その恋のキューピッドはなんと、親友で俳優の勝野洋さんなんだとか。大塚さんと別れる寸前だった草刈さんに、一生後悔する。絶対話さない方がいい。と、勝野さんに言われた草刈さんは、すぐに奥さんに電話でプロポーズして、翌日には婚姻届を提出したそうです。
よっぽど勝野さんのこと信頼してる証拠ですね。大塚さんは結婚後はきっぱりと芸能活動をやめて草刈さんのフォローに徹し、現在はバービーオフィスの代表をされています。そんな2人には3人の子供がいました。なぜ国系なのかというと、2015年2月14日にわずか23歳の若さで長男の雄志さんが急逝しているからです。渋谷区のマンションの7階から転落したのです。当初は様々な憶測が飛び交いましたが、ある情報では雄志さんはうつ病を患っていて、治療薬の副作用で足元がふらついたからではとも言われましたが、結局はフルの事故と断定されています。およそ2時間後に現場へ駆けつけた草刈さん、血だまりのそばへひれ伏して、なんで死んだんだと我を忘れて絶叫する姿が目撃されたそうです。草刈さんは後にこんなことを吐露していて、実は雄志さんが生まれた当時スランプに陥っていた草刈さんは、そのストレスを子供にぶつけることがあったそうです。娘たちとは良好な関係を築いていたものの、雄志さんとはずっとうまくいってなかったそうです。僕は優しい父親じゃなかった、後悔してもしきれない思いがあったんですね。そんな雄志さんの手にはベランダの手すりの一部が握られていたそうです。自分の事務所で起こってしまったことがより草刈さんを苦しめたことでしょう。彼の四十九日に草刈さんは、俺の愛する友人、こんなことを言うのも変だよな、でもパパが結構好きな4つの言葉があってさ、ごめんなというのと、許してくれ、愛しているよ、ありがとう、好きな思いが込み上げたことでしょう。また雄志さんは浜岡本さんも所属していたファンクバンドのずっとずれてるずで、ドカットカットと名乗ってラップもこなす、ボーカルとして活躍していました。2008年に結成されたバンドですが、アナログ版シングル僕の果汁を2019年にリリースしたのを最後にそれぞれの道に進むことに。浜岡本さんは SNS でこんな哀悼の言葉を捧げています。全然言うこと聞かないし、やることやらないし、わがままで面倒くさいから大嫌いだったけど、死んじまうなんてあんまりだよ、どこまで人騒がせなんだよ、また変なラップ聞かせてよ、黒いレコード教えてよ。そして2人の娘さんですが、現在はダンサーでパーソナルトレーナーをしている長女のクランさんですが、妊娠を機にラッパーのリッキーさんと事実婚を続けていました。なぜ事実婚を選んだかという理由は3つあって、1つは草刈という名字を残したいから、もう1つは実家を継ぐはずの弟が23歳という若さで他界したから、さらには草刈正雄さんが母子家庭の一人息子で、他に草刈の名字を継ぐ人がいなかったから、だから事実婚という形になったそうです。ところが2人は2019年に別れてしまいます。クランさんへの DV 容疑や薬物絡みでたびたび警察沙汰にもなっていましたし、子供の将来を考えての決断だったと聞きます。また最愛の弟の七回忌にクランさんが、正直なんでいないのよと泣きたくなる日もあると弟への尽きぬ思いを吐露しています。最後に末っ子の真優さん、13歳の頃からモデルや女優として活動、幼少期から父に連れられ撮影現場を訪れていたこともあって、自然と芸能界に憧れを持ったそうです。ですが当初は父親の草刈さんは芸能界に進むことを猛反対したものの、真優さんの強い決心に折れて最終的には芸能界入りを承諾したそうです。主演こそありませんが、映画やドラマ、トーク番組で親子共演も果たして活躍を続けています。自宅ではソファーに座ったきり
一歩も動かないこともあるという草刈さんですが、クリスマスには孫のためならサンタのコスプレでサプライズまでするようになった草刈さん。完璧だ、素晴らしいと孫娘を絶賛しまくっているんだとか。いつか孫と共演する日が来るかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？大ヒットしたドラマ正直不動産の登坂不動産の社長はかっこよすぎました。これからも陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。